ああ、ない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 、ケンタロウ。早く行かないと遅刻しちゃうよ。遅刻ってどこに？呪術高専。ああ、呪術高専。そうだった。昨日から俺ら呪術高専に入学してたんだった。着替えないと。はい、着替えて、着替えて、着替えて。取れた。はい、はい、はい。おお、え？若干目出てるよ。若干目出てるけど、いいのそれ。ちょっと、五条さんにバレたら怒られるから、どうしよう。じゃあ、お兄ちゃん、なんか服、それ、はみ出てるよ。あ、ちょっと待って。じゃあ、はみ出てるよ。はい、はい、はい。あー、いいね、できた？どう？あー、できた、できた。よし、行こう。行こう、行こう、行こう。早く行くよ。早く行かないと、高専の先輩に怒られちゃうよ。そうだ、急いで。よし。よー、着いたー！呪術高専。これ？これ？こんなんだったっけ呪術高専ってか家近こんな急がんでもよかったじゃん。はい、入ろう。入ろう。で？ん？おお、五条先生。五条先生じゃん。本物あれ、初めて見たよ。本物だ、初めまして。わー、ヤッホー。あ？返事がないぞ。返事がないぞ。ヤッホー。ヤッホー。でー、ちょっと待って、え、何が起きた？で、大丈夫だった？ケンタロウ、なんで？何したの今？なになに？どういうこと？どういうこと？ちょっと、ちょっと、ちょっと、何？何？どういうことだって？うわ、やばいやばい、吸い込まれる、吸い込まれる、待って。逃げてる、逃げてる。あれ今、絶対青使ったわ、五条さん。吸い込まれた、危な。何が起きたんだ？いやいや、でも逃げるってどうやって？まあ、ルール説明。ルール、なになに？ルール説明に入ります。お前が仕組んだんだな、これ。いや、そんな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 。うおー、なんか、ルール説明するよ。はいはいはい、早く早く。毎日、一個だけ術師の技を選べます。はい。その呪術師になりきって、一日を乗り切ります。はい。そして、7日間逃げ切ったら俺たちの勝ち。はい。あ、そういう鬼ごっこね、今回は。途中途中に出てくる敵も倒せ。はい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 、ちょっと肉ください。もうやばいです。体力多いな今回、てか。はい、ということで皆さん、よくわかんないですけど、今からケンタロウとね、1週間五条先生から逃げます。うん、多分無理だけど頑張ってね、逃げ切るので、チャンネル登録高評価お願いします。いったよ。はい、やばい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 。何？術をね、選べるんだけど、1日1回選べるらしいね。これ？この術式チェンジャーってやつをクリックしたら、あ、いろいろあるじゃん。カシモ、マヒト、ハナミとか、ジョーゴとか、ツクモとか、オッコツとか、すごっ。さあ、お兄ちゃん、こん中からどれか、今日一日、どれか選んでいいよ。どれにしようかな、ケンタロウ決めた？うん、俺は犬巻くん。じゃあ俺は、伏黒めぐみ、よし。お、伏黒さんにすんの？うん。よし、一旦逃げるか。一旦逃げよう。とりあえず離れないと。まあ、じゃあケンタロウ逃げながら出そう。もしかしたら戦わないといけないかもしれないんだから。じゃあ俺なんか出していい？うん。やばいやばいやばい、なんか爆発してる。多分伏黒だから式神みたいなの呼べるよね。なんか技名書いてない？手前に書いてある、書いてある。いくよ。うん、マックスエレファント、ドーン出てきた。おお、ちょ、ケンタロウ、ケンタロウ襲ってる、ケンタロウ。ちょ、やばい、五条先生来てる。五条先生戦え。やばい、五条先生来た。戦ってくれてる。オッケーオッケー。やばい、やられたよ。逃げて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 。来てるよ。俺もう一回出すね。なんかめっちゃ強そうなの。うん。はい、行け。なんだこれ。え、待って、それやばい、それやばい。やばい、マコラ。マコラ出しちゃった。マコラ出しちゃった。これ来てる。マコラ俺。え、倒された。え、一発で倒された。ガチ逃げた。俺近く逃げた。一旦逃げて。やばい、なんかめっちゃすごいの出しちゃったよ。俺が動くので止めるから。行けんの、ケア太郎。しょぼ、なんかしょぼ。逃げろ逃げろ逃げろ。めっちゃめっちゃ分かんなかったけど、止まれる、あれで止まるんだ。五条先生来たら一瞬動くので止める。ぬえ、あ、声出した。ケンタに当たっちゃうか。俺に来るから。おお、すげえ、俺ジャンプできる。ちなみにこの世界は、うん、ああ、ちょ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 ねえ、この世界は何？やめてよ、風。どうしたナイスナイス、なんかいる。呪霊もいるよ。
こいつ倒さなくていいの？あ、倒してくれたヌエが。ちなみに、アコジョーさんから逃げながら毎日1体出てくる特級呪霊を倒したら1日が終わるシステムだから。じゃあ1日を終わらせるためには特級呪霊を倒さないといけないね。そう、逃げながら特級呪霊を探さないと。ジョーゴとかいるかもしんない。ジョーゴいんの？てかさっき五条先生のあの紫見たけどヤバかったよ。一回先生の紫見る？あれ食らった死ぬ。どうやって見んの？先生ん？あ、いた、いや、後ろいる。一瞬紫。先生来た、先生来た。ちょっとどっか後ろの方に紫出してみて。ん？ジョー！ちょっとあれ食らったら死ぬって。どっかにいんのか。ここら辺とかいないのかな。さっきめっちゃ呪霊いたけどね、周り。確かにね。てか俺、犬巻先輩、うん、するんじゃなかった。なんで？ちょっと地味。地味とか言うな、地味とか。次はめっちゃ強いやつにしよう、明日は。とりあえずこの一日を乗り切らないと無理だよ。うん、待って、え、何あれ、なんか見たことあるぞ、あれ。待って、あれ、花火じゃない、あれ。花火？特急呪霊。闇を払って、はい、闇を払って。やばい、来てる。うわー、いてやばいやばい、行け、俺の番章。いいよ、ゾウ行け、戦え戦え。やばいやばいやばい、強い。おお、いいぞ。痛い、強いんだけど。俺の分からで止める。よしよし、いいぞ。どうした？倒してない、まだいる。やばい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 、いて。殴れ。アタック。アタック。よし、アタック。倒してない。いや、お兄ちゃんもういいよ。出してマコラ。マコラ出していい？ケナ太郎も巻き添え食らうかもしれないけど、めっちゃコスト使うけど、いけ。マコラ召喚。で、出てきた。あ、ちょっとマコラさん、一番強い式神なのになんかキョロキョロして何もしないんだけど。マコラ気づけ、あいつだよ。あいつ行った。花火と戦ってる。マコラ行け。マコラは15本分のスクラスと同じぐらい強いからね。どうした。マコラが。どうした、これでいいの？成功か。だから夜になるはず。あ、夜になった。ありがとう。1日目はこれで OK ってことで。何このベッド。俺はこの子と寝るからお兄ちゃんと隣の子に。めっちゃムキムキやん。はい、1日目クリア。クリアなんだ、これでいいんだ。こういう鬼ごっこね。元大統領です。よし、2日目。ってことはちょっと変えれるけど、何にしようか、はい、そうだね、違うやつになりたいけど。よいしょ。さあ、ってことで2日目は決めた。俺キラタロ何にした？ん、まあ内緒。俺はじゃあ乙骨。よし、乙骨にした。おお、これはね、ちょっと後ろからちょっと離れてみてて、その領域内にいたら死んじゃうから。何すんの？こなりてるかな。いいよ。領域展開。誰？福間み寿司。ちょ、福間み寿司じゃないやん、それ絶対。全然福間み寿司じゃなかった。もう一回いくよ。うん、福間み寿司。え、お兄ちゃん、そこはやばいかも。痛い。お前、俺に攻撃かかってる。ガチで一緒に逃げないと、この穴に。逃げろ。危ねえ。スクナです。スクナですじゃねえよ。もう大丈夫？あ、もう大丈夫そうだ。待たせ。え、やば、これ五条先生に勝てるんじゃない？逃げるんじゃなくて。俺なんか動くなとかあるけど、いくよ。あ、リカちゃん出しちゃった。ごめん。ちょ、リカちゃん戻って。はい。あ、もうえぐいって。俺ら勝てるくない？二人の力合わせたら。ちょっと戦ってみる。うん。あ、これ出てきた。やばい、本当だ。よし、ヒルムラ行くぞ。行け。おー、痛い。大丈夫か、ケアタロ。やばい、めっちゃ飛んでんじゃん。暗い。おー、強いよ、それ。やばい、紫来てるよ。あ、危ない。死ぬって、あれ当たった。ちょっと待って、
任せよ任せよ、いけリカちゃん出てきた、いけ工場先生の方に戦え戦え、やばい、リカちゃん、リカちゃん吸い込まれてる、確かにそうだ、どっかにいる特急時で倒そうじゃん、そうだね、いやー兄ちゃんさ、呪術廻戦のキャラで部屋なら誰がいいなんで急にこんな話、いやー俺はやばいやばい、呪霊だ呪霊、雑魚呪霊が、雑魚呪霊来んじゃねえ、もう俺が倒してやるよ、危な、俺まで巻き込むな、俺まで巻き込むな、ちなみにさっきの話、俺はメイメイさん、メイメイさんが好きなの、いや俺は釘先かなやっぱ、ああいうのが好きなんだよ、なんでだよなんでだよ、よし、はい倒した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 、あっキャダル待って、上上上上上、待って、あれ、ま、マヒトじゃない、マヒトだマヒトだ、戦おう戦おう、でも勝てる勝てる、あれポンって触られたらおじめされるよ俺ら、確かにあいつは人の魂を操るらしいからな、マヒトくんの俺うまく説明できるかな、マヒトは呪霊でポンってしたやつを人形にします、人形、まあ、魂をいじっていろんな姿に変えれるよねあいつ、よしキャット行ってこい、俺怖いからうわこれ先制攻撃だ、ナイス、えどうした、キャットのその技強くね、めっちゃ弱いかもしれん、だあーいて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 、マヒトが、いやマヒトがあんなんで死ぬわけないと思ったよ、行くぜ、行けリカ、来た、よし戦ってくる、よし来い、やばいなんか体変形さすぎた、やばい逃げて、リカちゃんちょっと、リカちゃんちょっともうちょい手伝ってもらってもいいんじゃない、もうちょい助けてもらっていいんじゃない、ちょっとリカちゃん乗るならもう大丈夫、ナイスナイスナイス、強い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 、頑張れ頑張れじゃないよ、おいキャット、お前水し使え、水し、わかった、俺逃げるから、リカちゃんちゃんと見ててね、うん、俺の領域、あ、やばい、俺食らった、ウケラリズ、痛い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 、倒した倒したマヒト、痛い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 、両方から出ないと、おい、水主、水主だ戻れ、俺が死ぬって、おっとっと、逃げ大丈夫、あ、夜になった、よし2日目成功だ、五条さん来ないけど、全然来ないね、早く寝よう、今のうちに、なんで毎回俺こっちなんだよ、無理でーし、あー3日目だ、3日目、あと4日もあんのかよ、どうしよう、俺服が強かったし、このまま服がいい気がするな、ほんと俺ちょっと変えたいな、姉ちゃん、てか俺チート考えた、何、五条さんじゃん、うん、勝ちたかったら、うん、五条さん選べばいい、確かに五条さんには五条さんで、よし五条さんにした、あ、じゃあパープル使う、パープル、紫だね、いけ、術式安定、赤、青、で、うわー、強っ、これ連発したら勝てるくない、術式順天青と術式安定赤、五条さんいる、五条さんいる、あの木の上、任せろキャトロ、術式順天青、術式反転赤、挙式紫、やばい相手も挙式してきた、全然食らってない、全然食らってない、やばい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 、紫危なー、スレスレだって、まだ無理だ、まだ無理だ、うわー、逃げろ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 、とりあえずやっぱ俺たち逃げる方がいい、逃げて呪霊を倒した方がいいよ、そうだね、今の俺たちなら五条さんは無理でも特急呪霊は一瞬でしょ、一瞬で倒せる気がするけどな、おい呪霊出てこいよ、最強の呪霊と最強の術師、ん、待ってキャド見て、なんかいる、こっち気づいてないみたいだけど、あれなんか見たことあるぞ、あれあの、こっち向いてくれないかな、すいませーん、うわー、情報だ、最初の方で五条悟に負けてたから、情報でも無力駆除使うわ、はい、無力駆除どうやってつくんだ、やばい、なんか領域展開された、俺、炎鈍感みたいなやつだ、それは、地平炎鈍感はあれだ、マヒトのだよ、領域を抜け出さないと、
あ、当たった当たった当たった。逃げて。こうなったらケナタロウ、領域にはもう領域で返すしかない。あんま近くにいない方がいいかも。行くぜ、領域展開、無料空所。うわっ、うわっ、ドゥーン。なんでだよ、なんでお前も食らうんだよ。やばい、領域と領域のぶつかり合いだ。くそ、紫。おらー、まだやれてないぞ。頑張るお兄ちゃん。勝った、あいつ。やばい、やばい、領域展開された。ケアドル任せたぞ。おお、倒せ倒せ倒せ、強強強、痛い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 。水支配待って。後ろ水支配ね。自分10点にできないから後ろ水支配ね。よし、クリアじゃない？クリアー。クリアだぜ。お、寝よう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 。夜になったみたいだね。おやすみ。なんで毎回俺こっちな。よし、朝なった。よし、4日目だ。変える？キャラクターの能力。ちゃん、うん、そうだね、もう俺らも五条さんだし、ケンタロウ少なだし、協力者勝てるんじゃない？待て、ん、え、なんか、あ、やばい、無料空中された。やばい、なんか何も見えない。ケンタロウしか見えない。うぇ、ちょ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 、ダーン。いてててて、あ、大丈夫、ケンタロウ。あ、お許しください。何もしないで、お話が負けていいです。ごめんなさい、何でもします。あ、なになになに、なに、これ、ワンピースの漫画、ワンピースの一巻だ。一巻、なんで俺たちに、まさか追ってきてたの。俺たちと仲良くなりたいから。え、そうなの？え、なのに俺たち勝手に逃げて、めっちゃわざとか五条先生に出してた。おわ、ただただ友達になりたかっただけかい。あ、ごめんなさい。あ、五条さん、ちょっと目疲れるでしょ。はい、俺の優しい、あげるからつけてよ。優しい。あ、はは、はい、よかった。はい、ということで皆さん仲良くなれました。この動画面白いと思った方はね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ということで次回の動画でお会いしましょう。おつゆ、おつけなたろう、みずし、やめてくれそれ。あれ、やばい、無料空所や。あー、見えない、終わった。